こんにちは。手で芸をするコミーです。これは何の動画だろうか。わかんないけど、撮ります。酒、瓶物、取扱い注意という、宅急便が届いたので、開封動画です。まあ酒って書いてあるからね、わかりますね。酒私飲める方だとは思います。ただね、年をとって弱くなっているのは確実にあります。そして一人で飲むと、家でね、悪酔いするということも何度もやりました。だからそれはやめようと思って、家で飲まない時期もありました。もちろん時々は飲んでたけどね。で、ちょっとカメラのアングル変えますかね。映らなかったね。何が飲み物の中で何、お酒の中で何が好きかっていうと、そんなにこれがどうしても好きっていうのはあまりない。炭酸がいいとか炭酸じゃないのがいいとかはありますけど、それは季節にもよりますね。で、割と苦手としていたのが日本酒なんですよ。なんていうかな、飲み方、大人の飲み方じゃないと日本酒ってやられてしまうっていう経験を何度もしていて、そう、失敗することが多かったんですね、日本酒は。だから私は苦手なんだと思っていたんです、日本酒が。そしたらここ最近ね、日本酒にちょっとハマっているんですけど、上手に飲めるようになってきたっていうのもあるけどね、美味しく感じます。そして翌日にも残らないっていうのは今までにない感じですね、日本酒が翌日に残らないって。で、ちょっと一個ずつ出してみますね。はい、ちょっとこれ箱は、日本酒、詳しい方はいらっしゃるんでしょうか。これは生酒というのに惹かれて、要冷蔵なのでこの後冷蔵庫に入れますが、はい、こんなのを買ってみました。で、なんでこんなにいっぱい買ったのかっていうとね、秋田だね、ちょっと期待が高まる。私ね、お米は秋田のなんです。お米屋さん、友達がやっていたお米屋さんの通販というかな、で毎年買うんですよ。新米が出ると新しいのが届くというのでね。とさ、何の知識もなく、これネットショップですけど、なんかピンとくるのを買いました。これは高知ですね、とさだからね。だから美味しいらしいよっていうので買ったわけではないです。もうパケ買い的、ジャケ買いというか、で、なんでこんなにいっぱい買ったかっていうとね、はい、これちょっと期待してます。お安いんですよ、当該って呼んでいいの、獺祭って高いですよね。だけどこれはお安いやつ、なんかせんべいでいうと壊れ的なやつなんでしょうかね。勝手なイメージで言ってますけど、ちょっとこれ期待してます。はい、獺祭が美味しいのはね、はい、知ってる。で、なんで買ったかっていうと、もう一個あるから先出しちゃおうか。
美味しいの知ってるから、これはでっかいので買っちゃった。まあこれはね、ゆっくり、もちろんゆっくり飲みますよ。あの携帯を変えたんですよね、キャリアを。その時になんかいろいろと手続きがあって、その多分キャッシュバック的なことだと思います。ポイントがいろいろつくということで、でそのポイントがもう、期限が迫ってるんですよ。だからちょっと低くしましょう。あの早く使わないといけないというところに来ていて、でそんなに欲しいものもない。でポイントが使えるお店も決まっているしね、あの欲しいもの、そのコットンの毛糸とか、あのソックやね、欲しかったんだけど、それはポイントが使えるお店がなかったっていうところもあって、そして見てたら酒屋さんがあって、で日本酒に今ハマっているということで、あのはい、こちらのお店でポイントを使いました。なのでお金は使っていません、ポイントだけで買いましたという開封動画。あのお酒飲まない人はもう全く面白くない、はい、大変申し訳ないですが、はい、こんな開封動画にしましたちょっと楽しみです、いろいろと。これはもちろんね、美味しいのは分かってる。これもどんなもんなのか期待。これはもう本当に名前だけで選んだ。でこれは生ということで気になります。はい、そんな今日の動画、これは何のカテゴリーに入るのかちょっとまだ考えておりませんが、はい、ということでしたはい、またこんな機会があれば動画にしたいと思います。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。